そして小田さんに伺わなければならないのはやはりライバルとしてしのぎを削ってきた高橋大輔選手ですね、はいはい、そうですね、本当に最後のオリンピックの前に、怪我などもあり本当にたくさん苦しい思いがあったと思うんですけど、最後 のフリープログラムで本当にこう何かからこう解放されたかのようなすごい穏やかな表情を見せてくれて、本当にその表情が応援してきたファンの方とかそういったたくさん支えてきてくれた方へのこう、宝物のようなそんな笑顔だったんじゃないかなと思います。やっぱり高橋選手の苦労っていうのは、近くでご覧になってたわけですもんね。そうですね、一緒に練習する機会も多かったですし、実際その怪我で苦しんでる間もそばで見てて大丈夫かなっていうふうに感じてたので、本当最後晴れ晴れとした表情で高橋選手終わってくれてよかったなと思います。笑顔素敵でしたよね。本当に素敵です。優しい表情でした。そして町田選手も初めてのオリンピックで5位入賞ということで、素晴らしい滑りを見せてくれました、はい、はい、